海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が完了し、認証テスト待ちに F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まろうとしています。F-35B 戦闘機の配備先は、新田原基地と決定しました。今回は、護衛艦いすも、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきます。今更、F-35B 戦闘機が必要なのかと疑問視される中、無人機導入も進みつつあります。次世代戦闘機が必要になるのかどうかも、不明な状況へ向かっています。世界中の兵器が一変している状況という声もあります。2024年4月現在、海上自衛隊最大の規模を誇るいすも、型ヘリコプター搭載型護衛艦いすも、加賀の2隻に固定翼艦載機を搭載し、運用するための改修を段階的に進めています。ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められていて、実現すれば戦後初の航空母艦保有ということになるわけです。日本では F-35 ライトニング2について、空自が通常滑走路使用の A 型を105機、B 型を42機、合計で147機の調達分の予算化がすでに確定しているので、今のところ本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い調達数になっています。実はアメリカ以外では F-35 ライトニング2の全種を対象にした場合、調達予定数が100機を超えている国は日本とイギリスぐらいで、次に多いオーストラリアでも72機ということです。イギリスではクイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦で、ネームシップのクイーン・エリザベスと、2番艦プリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されています。2015年前後、イギリスは、F-35 ライトニング2 B 型の調達予定数を、マックス138機ほどを計画していましたが、近年は、高価な機体の購入にブレーキがかけられ、予定より大幅減の48機になる可能性が現実味を帯びてきているとのことです。こういったイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとって程度の差はあるものの、似たような状況なのです。冷戦終結後の流れとして、今後、ヨーロッパでは従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったからです。イギリスを含むヨーロッパの西側諸国の多数が、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が多かったのです。しかし、ご存知のように、2022年2月、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したため、地理的にロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力の大幅な増強を始めた国も出始めるようになりました。ロシア・ウクライナ戦争という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費増額を政策として打ち出したのですが、イギリスが再び F-35 ライトニング 2B 型の調達に動くかは不明です。しかし、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて北海に展開していると報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると見られています。航空母艦クイーン・エリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属ですが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は空軍の所属です。さらに、この艦は、アメリカ海兵隊の飛行隊をも収容しているのです。理由として、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要となるキャパシティに余裕があることと、今後の同盟国として、アメリカとの連携を深める側面があるためと思われます。また、アメリカの保有する強襲揚陸艦にも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められていますが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織は別なので、同期の性質を物語るものになっていると言われます。
イギリスやアメリカでの F3 後ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定です。出雲片護衛艦は海上自衛隊 F3 後ライトニング 2B 型は航空自衛隊に所属する予定での準備が進められています。こういった運用体制について海自はこれまで敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していましたが、空自は対艦攻撃を主眼に置く想定なので、相入れないのではないかと連携の危うさを指摘する声もあるようです。アメリカ軍ならば、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦に、戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として用いるだけではなく、輸送機として多数の MV-22 オスプレイを運用する体制となっています。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機とその名前を知られている機体ですが、従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトに比べると、圧倒的な効率を発揮することでも知られている機体です。実は、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比べて、移動速度が約倍、作戦行動半径はおよそ4倍、兵員の搭載量もおよそ倍、そして貨物の積載量では約3倍に相当すると言われていて、飛躍的に作戦の幅を広げているのです。この MV-22 オスプレイがあるからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は迅速で強固な補給体制が構築できていると言っても過言ではないでしょう。作戦遂行能力を非常に高度な効率で発揮できると推測されているようです。一方、日本の場合、出雲片護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はオスプレイのような機体は保有していないので、物資や人員の大量輸送を直接担うのは、事実上、困難と言わざるを得ません。陸上自衛隊は、V-22 オスプレイとして、2021年度末の段階で、9機保有している状態ですが、今後も航空自衛隊がこうした機体の調達を独自に行う予定はないので、そことの連携も必要になってくると思われます。その場合、出雲片護衛艦等の艦艇が海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の戦闘機が航空自衛隊、そして V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と全ての所属が異なるので、指揮命令系統の一元化が求められることになります。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考慮すると、調整が非常に困難というのは、想像に難くありません。しかし、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合、どうしても横断的な運用を実現する必要があるのでしょう。ただしあくまでも試験ですが、今、まさに、航空母艦化改修中の出雲片護衛艦2隻とその艦載機の F-35 ライトニング 2B 型については、あまりに多くのものをその運用に求めすぎるのは酷ではないかという声もあるようです。出雲片護衛艦は2009年平成21年8月末の次年度2010年の防衛予算概算要求で建造が計画されたものです。海上自衛隊としては初めて固定翼機の運用も視野に入れ、設計が行われたもので、いわば、実験艦としての役割が大きいとされました。2008年時点ですでに出雲片護衛艦に関しては、海自内部では、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされましたが、当時の時代背景を考えると、政治的にも、日本が航空母艦を保有するのはタブー視されていました。そのため、海上自衛隊が独断でこうした決定を下せませんから、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価されても良いという声があります。先見の明があったと言いたいのでしょうか。出雲片護衛艦は航空母艦化改修が終了しても、F-35 ライトニング 2B などの艦内への収容数は10機プラスアルファと見られます。この数は決して多くはありませんが、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば仕方ないとも思われますね。
史上最高額の建造費イージスシステム搭載艦イージス艦を2隻建造で3797億円型上との情報をキャッチしました。今回はそんなイージスシステム搭載艦建造計画について詳しく見ていきますね。トマホーク搭載で防御で攻撃、馬毛島入港で馬毛島の役割も変化しますね。トマホークの1年前倒しで今訓練開始されていますし、このイージスシステム搭載艦建造は2024年度には開始されるとの話です。ついに動き出したね。日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は2023年度から2027年度までの5年間での総額をおよそ43兆円規模にまで拡大させることを表明した。これが実現すれば、最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで、冷戦期から、暗黙のルールとして、日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で、1% 以内という目安を超えて、同 2% の水準にまで引き上げられる。こうした防衛予算額の引き上げは、今でも、一部の野党や団体、個人から、これまで、太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして多くの批判の声が上げられている。しかし、中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられている。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことで、さらにその承認につながった感は強いように見える。こうした状況下の日本において、2024年度の防衛予算の概算要求では、単体でことに大きな費用となるイージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として、総額で4546億円が盛り込まれた。このイージスシステム搭載艦2隻は、無論、海上自衛隊が運用する艦艇となるものだが、2024年時点で、同隊は、8隻のイージス護衛艦を保有、運用しており、既存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろう。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれも、アメリカ海軍のイージス艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからである。イージス武器システムは、正式な名称はアイジス・ウェアポン・システム・マーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキード・マーチン社が、1960年代から1970年代に、新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだ。ただし、開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで、様々な戦闘に対処可能となっている。これにより、イージス武器システムは、対空、対艦、対地等の各局面の戦闘に、迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は、実に128機を超えると言われており、それら捕捉した目標から、脅威度の高いものから、順に10機以上を同時攻撃可能とされている。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用は、およそ500億円程度と目されており、決して安価とは言い難いものの、1960年代末から、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されている。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は
すでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用も、その大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えよう。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有、運用中であることは前述した通りだが、実は、2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに、2隻を新規に建造することも計画として計上された。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は、2020年6月に、当時の河野太郎防衛相がこれまで導入する方向で進められていた、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージス・アショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として、新造が決まった艦艇だ。それまで、イージス・アショアは、日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものであったが、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表された。当時の2020年も、現在の2024年でも、日本のミサイル防衛は、8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用に、BAC-3 等の地上兵器が想定されている。しかし、中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りに、ほぼミサイル防衛のみに従事させることは、限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていた。そこでイージス・アショアを配備することで、イージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したように、それは、ブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で、結果的に断念することとなったと思われる。個人的には、これが今のタイミングであれば、イージス・アショアを配備予定であった、山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えば BAC-3 や高射機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じる。それらが、確実に、イージス・アショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を、民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば、本当の戦時には、多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はないだろうか。仮定の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ、非凡は、イージス・アショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し、再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、それが、イージスシステム搭載艦2隻の新造と相成った。当初は、もっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部で、その規模に、疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったが、その後は縮小修正され、基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされている。それでも、最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は、一回り以上は、確実に大きいことになり、海上自衛隊で、最大の水上戦闘艦となることに変更はない。現時点で、防衛省サイドからは、イージスシステム搭載艦には、主目的である、ミサイル防衛用に、アメリカ製の迎撃用ミサイル SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 を実装する予定だと説明されており、これで、イージス・アショアの役割をカバーする方向だ。これに加えて、イージスシステム搭載艦では、先頃、日本が、アメリカからの調達を決定したトマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ、国産で開発中の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているという。イージスシステム搭載艦浜屋型等の既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するマーク 41VLS の数は、実に128セルトマヤ型から32セルも増加している。
国産の人認識地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク 41VLS には、運用統合が、アメリカ側の OK ができないため、専用の4連装の発射塔を、別途2機実装するとめされている。オーストラリアの潜水艦自国建造計画は終わったと地元メディアが注目しているようです。今回はこれについて見ていきたいと思います。つまりは、原子力潜水艦を通常動力型潜水艦に変更できると簡単に考えていたしっぺ返しを食らったようなものでしょう。仮定の話ですが、中国の横槍に負けず、日本案を選んでいたら、オーストラリアには何隻か納品されていたかもしれませんよね。オーストラリア海軍が現在運用中のコリンズ級潜水艦の代替としてアタック級潜水艦調達計画を進め、フランスのシフラン級原子力潜水艦の改造版に決定したのは2016年平成28年のことでした。このコンペには日本やドイツも参加していました。下馬評では優秀な性能を持つ日本の潜水艦が選ばれるだろうということだったのです。オーストラリアの要人も日本案に傾いていたという噂もありました。ところが、ここで横槍を入れたのが中国です。日本に外貨を落としたくないのか、潜水艦の優秀さを世界に見せたくないのか、貿易額1位という立場をフル活動させ、オーストラリアにプレッシャーをかけて日本案を拒否させたと言われています。結果としては、日本でもドイツでもなく、フランスが落札したのでした。そこから、すでに5年が過ぎようとしていますが、延べ12隻に上るこの潜水艦代替の大規模プロジェクトは、コスト面でのずさんさが目立ち、実現が危ぶまれているそうです。前述のように、フランス製の潜水艦は、たったの1隻もオーストラリアに納入されてはいないのです。フランスのシフラン級原子力潜水艦を製造するゲンナバルグループ社、当時 DCNS 社は、アタック級潜水艦計画の12隻の建造費用を1隻あたり約1800億円、合計で約2兆1500億円と提示していました。これが契約段階になると1隻あたり約3600億円、合計約4兆3000億円にまで倍増したのです。さらに、直近のオーストラリア側の試算によると1隻あたり約6200億円、合計7兆4400億円にも達すると報じられているのです。他の国のことですが、なんで?と聞きたくなるほどの増額ですよね。フランスは随分ふっかけたなと感じるのは筆者だけではないでしょう。日本の海上自衛隊の場合ですと、2020年10月に進水した最新鋭対迎型1番艦の建造費は1隻約800億円と言われていますから、アタック級潜水艦と比べると、最初の1隻約1800億円でも2倍以上の高額だったのがわかりますね。オーストラリアではアタック級潜水艦計画について期待がありました。つまり自国内で艦艇を建造するので製造業に対する雇用政策の一つになると見ていたのです。しかし逆にこうした政治主導により発生する弊害が指摘されているのです。というのはオーストラリアから自動車製造企業等が次々と撤退したせいで、国内産業の空洞化を招いているという経済的問題が根底にあって、それを一番に持ってきたため、兵器としての潜水艦のあり方を優先に考えなかったせいとも言えると分析する向きもあるとか。さらに、
軍事関係者からも指摘がありました。アタック級潜水艦計画では、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力に変更するということになっていたのですが、この点にも疑問符がつけられたのです。実績のない機上案に安易に乗っかってしまったのではないかという厳しい見方もあるのです。仮にシュフラン級原子力潜水艦を通常動力へ変更できたとしてもネックがあるようです。オーストラリア海軍はアメリカの兵器システムを通常型に監修されたこの潜水艦に搭載する予定ということですが、これに関する作業工数も問題視されているようです。時間がかかりすぎるということでしょうか。そのため、兵器システムを供給するアメリカは、すでに実績のある日本の、そう、流型を、オーストラリアの選定時に推奨していたとも言われていたのですが、国内での艦艇建造が最大の目的だったので、オーストラリアは却下したと言われています。このようなオーストラリアの兵器調達と政治という二つの問題の原因を考えると、地理的に軍事的脅威になりそうな存在が、太平洋戦争以降、ほとんど存在しなかったことにもあると考えられるのです。歴史を振り返ってみます。太平洋戦争時のオーストラリアは、アメリカとの連携を遮断しようとする日本軍の爆撃を受けるなど、直接の戦争参加国として南進してくる日本軍を撃退することが最重要課題になっていました。1945年、昭和20年、日本が太平洋戦争で連合国に敗北すると、オーストラリアの仮想敵国としては、東ティモール問題で衝突したインドネシアが、最も存在感を大きくしましたが、全面戦争をするような関係にはならず、平和だったと言えましょう。それでも、四方を海に囲まれた大陸オーストラリアは、国防用兵器として、潜水艦の取得を進め、1990年から2001年にかけての12年間で、現行のコリンズ級潜水艦6隻を建造し収益させています。コリンズ級潜水艦は、水中排水量3353トン、長さ 77.8M、全幅 7.8M の通常動力型潜水艦です。スウェーデンコックムス社のメステルイエトランド級を、土台として規模を倍増させた艦艇ということです。コリンズ級潜水艦は、オーストラリア南部のアデレードで建造されました。今回のアタック級潜水艦計画と同様、国内建造することによって、雇用維持の政策としても活用されましたが、必ずしも順調ではありませんでした。それが、オーストラリアの潜水艦建造技術だけに起因する問題かどうかは不明ですが、コリンズ級は、潜水艦として、最も重要な要素である、静粛性に難があり、同時にトラブルも多発したため、総じて不評だったのです。しかし、アタック級潜水艦計画が暗礁に乗り上げている現在、こういったトラブルにも粘り強く対応してきたスウェーデンコックムス社への評価は逆に上昇したのです。皮肉な傾向としか言えませんね。コックムス社が作ったのではなく、コックムス社の艦を改造した方に原因があると普通は考え、基礎には責任はないとする企業も多いようですが、コックムス社は真摯に向き合ってくれたようです。評価が上がるのも当然でしょうね。導入が遅れそうなアタック級潜水艦計画の状態を考慮して、コリンズ級潜水艦に延命措置を施して収益期間を延伸させようという動きです。いわば、モラトリアム、猶予期間で、新しい潜水艦調達を図ろうという意図があるようです。現時点では、この案が、現実的か否かの判断は困難と思われますが、試験では、今後も、アタック級潜水艦計画の経費が高騰すると見られるので、一考する価値はあるのかもしれないとも思うのです。と言っても、ここに来て動きがあるようです。オーストラリアの足元を見ていた、甘く見ていた感のあるフランスが、ある程度、現実的な落としどころを提示して幕引きを図るのではないかと予想する人もいるのです。ですから、予断は許されないということですね。そもそも論ですが、オーストラリア海軍が新型潜水艦を熱望する目的は、中国の南シナ海進出等で、久々に、
現実的な軍事的脅威を実感しているためです。ということは、対中関係の今後も大きく影響すると考えられます。オーストラリアの貿易額1位は中国ですから、海洋進出は認めないとしながらも、即国交断絶というわけにはいかないでしょう。国防と貿易を天秤にかけて、ちょうどいいバランスを探っているようにも感じます。こういったバランス感覚を、日本の政治家にも身につけてほしいものですね。